スティーブン・ミリオンはアメリカ合衆国の編集技師であるトラフィックでアカデミー編集賞を受賞したカリフォルニア州サンタクララ郡で生まれるベラミン大学進学予備校を経てカリフォルニア大学サンタクルーズ校に通い1991年に学士号を得たロサンゼルスに移り南カリフォルニア大学映画芸術学部の院生だったダグリーマンと共に活動を始めた ミリオンは、リーマンの映画、キル・ミー・テンダー、スウィンガーズ、ゴーを編集した。他に、スティーブン・ソダーバーグ監督作品にも、頻繁に参加する。二人はソダーバーグが、ゴーのオープニングに出席した時に出会い、一年後に、トラフィックの編集を頼まれ、それによってミリオンは、アカデミー編集賞を受賞した。ソダーバーグ作品では他に、オーシャンズオーシャンズ オーシャンズ13、インフォーマントを編集している。2006年にアレハンドロ・ゴンサレス・イニアリト監督のバベルを編集し、再びアカデミー編集賞にノミネートされたアメリカ映画編集者協会の会員である。ありがとうございます。